今日は水曜日ということで、毎週恒例夜8時半から生放送をやります。いつものように YouTube、ニコ生等でやっていますので、ぜひご覧ください。リンクは動画説明欄に貼っておきます。さて、半島情勢がきな臭い感じになってきましたね。北朝鮮が言葉で脅すというのは日常茶飯事ですが、今回は本当にやっちゃいました。昨日北朝鮮はケソンにある南北共同連絡事務所を盛大に爆破したんですよ。そもそも北朝鮮は一体何に怒っているのかという話ですね。まず脱北者の団体が金正恩を批判するビラを北朝鮮側に飛ばしていたというのがあります。北朝鮮というのはご存知のように一党独裁の国です。黒電話体制っていうのを盤石にするために情報はかなり絞っています。北朝鮮からすると普通の、我々が触れるような普通の情報こそ恐ろしいですからね。だからこそビラにブチ切れてしまいました。一方で韓国は一応民主主義の国じゃないですか。どうするのかなと思ったら、ムンジェイン政権はなんと北朝鮮の方に媚びちゃったんですね。あ、それはいつものことか。北朝鮮の言うままにビラ散布は取り締まる方針を示していました。韓国与党もこの調子ですよ。韓国与党、共に民主党の執行部と議員らは15日、最近になって立て続けに軍事挑発を予告した北朝鮮について、その立場を理解するという趣旨の主張を始めた。ムンジェイン大統領を何度も冒涜し、韓半島を緊張状態に追いやろうとする北朝鮮に対して厳しい姿勢で警告するのではなく、韓国と米国の責任論を提起し、北朝鮮向けビラ散布の禁止に加え、韓米合同軍事演習の中断まで主張し始めたのだ。米国に言うべきことは言わねばならないとの主張まで出た。一体どうなってんですか韓国は。今の記事は爆破前に配信されたものなので、さすがにこういうこと言っていた韓国議員も今は多少発言を変えてくるんじゃないでしょうか。いや、でもほとぼりが冷めたらまた言いそうな気もするけど、こんな調子ですけれども、北朝鮮からするとまだぬるいと思ったんでしょうね。今回の件では金正恩の妹金与正の名前がよく出てきます。今日も談話が発表されていますよ。朝鮮中央通信によると、金与正氏は鉄面皮の甘い言葉を聞くとムカつくと題した談話を発表し、文大統領が15日に発表した 6.15 南北共同宣言20周年記念行事への映像メッセージなどについて、自己弁明と責任回避、根強い時代主義で綴られていると批判した。翻訳だからしょうがないんでしょうけれども、言葉聞くとムカつくってさ、すげえタイトルだな。ともかく北朝鮮というのはこれまでも韓国のムンジェイン大統領に対してボロカス言ってきたわけですよ。それでも北朝鮮に媚び続けるムンジェイン大統領って韓国の大統領としてどうなのかなって思ってしまいますよね。ただそれは韓国人が決めることなので、この前の選挙にも勝ったしね。金正恩氏には健康不安説が根強く残っています。妹が今回ことさら出てくるっていうのは、これ海外に対しても存在感をアピールするというのと同時に、国内的にもこれ与正やれるんだよっていうアピールなのかもしれない。北朝鮮は爆破だけにとどまらず、ケソンなどに部隊を展開して軍事訓練を再開させるとも言っています。ムンジェイン大統領が典型ですけども、こびまくった挙句にこうやって爆破とかこう脅しをかけてくるわけですよ。やはり北朝鮮には融和ではなく圧力をかけ続けるしかないんじゃないでしょうか。ということで、続きは生放送でやりますので、ぜひご覧ください。リンクは動画説明欄からどうぞ。あとチャンネル登録もお願いします。